発した製剤機スーパー白酸キャンターシリーズの特徴は大きく分けて2つ。1つはコンパクトなシステムであること、もう1つはこれまでになくフレキシブルなマシンであることです。従来の製剤は1本の柱と4枚の側板を製剤する場合、4台の機械で9つの工程が必要でした。これに対してスーパー白酸キャンターシリーズは1台1工程で1本の柱と4枚の側板、合計5製品が一気に製剤できる画期的なシステムです。当然工場設置面積は既存の機械と比べおよそ半分に。新規工場や季節の機械の代替え時にも大きな建物は必要なく、限られたスペースでの生産性の向上に貢献。設備導入でのイニシャルコストを最小限に抑えることができます。スーパー白酸キャンターシリーズはオペレーターの数が既存製剤設備に比べ2分の1程度になります。ランニングコストが抑えられるだけでなく、少人数での操作性に優れ、市場の変動にも柔軟に対応できます。例えば受注が減った際や原木の入りが悪い場合には、午前中1人から2人で製剤し、午後から乾燥や乾燥後の仕上げ加工に回るといった少人数で柔軟なシフトを組むことが可能です。逆に受注が多くなった場合も少人数で作業できるので、2シフトや3シフトにして生産性を上げることもできます。標準タイプでは小さい径球で柱だけを取ることや、柱と4枚の側板、平角と2枚の側板を取るなど、製材ニーズに合わせて柔軟に対応できます。またお客様のご要望に応じてカスタマイズも可能。弊社が今まで培ってきたノウハウや様々な刃物を組み合わせることで、お客様にとって最良のソリューションを提案できます。ここからはスーパー白酸キャンター350スペシャルタイプを例に、製剤工程を簡単に紹介しましょう。あらかじめ必要な製品寸法を芯材で取れるもの、側材で取れるものをそれぞれ登録しておきます。その中からその日に製剤したい製品を選択しておきます。原木を投入すると原木の背腹を自動で位置決めします。原木が全体センサーを通過すると、原木全体の形状が3次元で認識できます。その原木の計測データに基づき、選択された製品の中から最も太まりの良い木取りを自動で算出。その他金額ぶどまり優先や、その日に必要なものを優先的に製材することも可能です。自動で算出した木取りデータに基づいて、瞬時に刃物を位置決めし、製材されていきます。従来、後工程でチップになる背板、三角部は、原木投入と同時に、本機の中でチップ化されるため、製材製品のみが生産されます。選別装置で柱、平角の芯材と側板を仕分けし、それぞれ搬送されます。チップ、ノコくずなどは機械の下に落ち、ベルトコンベヤーで排出し、スクリーンによりチップとノコくずに選別されます。1台1工程で製材が完了する画期的なシステム、スーパー白酸キャンターシリーズは12枚の刃物で構成されています。まず原木の左右上下をチップ刃物でチップにしていきます。
次に4つの角もチップに。従来製剤でいうところのエッジャーのような機能で、耳付きの耳の部分もチップにしています。最後に水平垂直に丸ノコを入れると、1本の柱と4枚の側板が同時に製剤できます。原木投入後、本体から製品のみが出てくるので、シンプルな搬送が可能。生産管理が非常に行いやすいのも魅力の一つです。スーパー白山キャンターシリーズは、自動スペシャルタイプ、スペースを重視したノーマルタイプ、オペレーターが原木の背腹を手動で位置決めをするマニュアルタイプの3タイプをご用意。お客様のニーズに合わせたラインナップとなっています。また斬新で画期的なアイデアと技術は、さまざまな箇所で特許を申請中です。このスーパー白山キャンターシリーズに、強和機械のマルチギャングやダブルアーバーギャングなどを組み合わせることで、効率的なラミナ生産が可能に。また STR 白山シリーズなどを組み合わせた小割りなど、お客様のさまざまなニーズに対応。豊富な製材機械の組み合わせで、より理想に近い製材システムをご提案します。強和機械のスーパー白山キャンターシリーズは、現在の不透明な市場動向にフレキシブルに対応できるコンパクト製材システムです。私たちはこれからもお客様の要望を実現するため、チャレンジをモットーに日々機械開発に取り組んでいきます。強和機械のスーパー白山キャンターシリーズは、お客様が投入したい原木景級や生産量、生産したい製品に合わせ本機の仕様や周辺装置を変え、お客様のご要望に合った1台をご提案いたします。スーパー白山キャンターシリーズは、原木の投入可能景級に合わせて3タイプをご用意。まず最初に小径木に対応したスーパー白山キャンター250、末口径70ミリから元口径250ミリまで製材が可能。次にスーパー白山キャンター350、末口径120ミリから元口径350ミリの製材が可能。そしてスーパー白山キャンター450、末口径180ミリから元口径450ミリまで対応可能です。生産量に合わせても3タイプをご用意。オペレーターが手動で背腹を決定するマニュアルタイプ、自動ノーマルタイプは原木を4箇所計測し、その計測データに基づき自動で背腹の位置決めと木取りを行い、原木を投入します。自動投入が可能なため、オペレーターの能力に左右されることなく、コンスタントに原木投入が可能です。そして上位機種の自動スペシャルタイプは、3次元の計測センサーを導入し、原木を詳細にわたり計測。一本一本のテーパードや曲がりに対して気取りさせるため、ぶどまりが向上します。お客様のご要望に合わせ、これらの景級タイプと生産量タイプを組み合わせたラインをいくつか見ていきましょう。
協和機械では本機械だけでなく搬送も含めた全体ラインでのご提案も可能です。その一例を紹介しましょう。ラインの中核にはスーパー白山キャンターシリーズ350のスペシャルタイプを設置。共和機械のダブルアーバーギャングを据え、平角状にした芯材を投入し板に製材します。その他にも6枚の丸ノコを自由に位置決めするバリアブルギャングを設置し、スーパー白山キャンターでの原木の計測データに合わせた様々な木取りに対応できます。このような自動積み込み装置や簡易供給も含めた全体ラインを共和機械でご提案いたします。かつ国内市場に適した機械を目指した構造において、さまざまな開発部分で特許取得や特許を出願中です。共和機械は製材工場に関するさまざまなニーズに対応できる体制を整えています。単体製品の導入から製材工場全体の生産ライン設計など、お客様それぞれのニーズに最適な提案を行うソリューション企業として、これからも製材システムの未来を見つめ続けます。